ご覧いただきましてありがとうございました。今吹いた曲はエリック・サティの「ジュトゥブー」という曲で、日本語に訳すと、まあ、あなたが好きとか大好きとかそういうような意味なんですけど、もともとこの曲はピアノの曲でして、超も一音高いんですね、本当は。それはトロンボン、4人でトロンボンを吹くために、1音下げて、半音の2つ1音下げて、超なんですけれども、なるべくこの当時、私最初にこの曲をトロンボンで聴いたのが今から30年ぐらい前なんですけれども、4人でトロンボンを吹くんですけれども、メロディー、旋律という旋律が順番に回っていくんですね。4人、1人目はこの人、1人目はこの人で、バストロンボーンって言って、普段は伴奏してる、伴奏とか頭打ちとかやってるトロンボーンのパートをメロディが吹く箇所があるんですけども、そこもちゃんと入れてます。普通はこれ一人で伴奏と口笛吹いてますから、どんなことやってるかというと、最初は前奏っていうのがメロディーなんですけど、バスでって言ってるわけです。これを同時にやると、いろんなふうに、まあ、いろんなちょっと表情を変えて、その時の気分でやったりするのも自由です。あと旋律が始まると、ってやりながら、バスは、最初は、ってひたすら、本当はトロンボーン4人でやるときは、って言ってたと、ルル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 ル
これだとちょっとこの空間の流れというのがちょっと感じにくいので、で、まあ、口笛もトロンボーンも音をペターと流すの楽器、伸ばす楽器ですから、音の動きなんかをつけてやった方がよりあの音楽の流れができる出ると思ったので、ってやるわけです。でそれが一人目が終わって、っていう主題が来て、その次にもう一回今度違う人で、この時はあの伴奏を1オクターブ下げてます、変化をつけるために。でいよいよその次に、あのバスにバストロンボーンにメロディーが映るんですけど、その時に口ではって歌って、上口笛ではどんなことやってるかと思うと、っていうのをやってるんです。それを合体させると、
風にしてやっていく。やっぱりどうしても最近はやっと声が出るようになって口笛もちょっとソフトにできるようになりましたけど、やっぱりバランスがどうしてもマイクは口笛の音の方が拾いやすくなってしまうので、このバスにメロディーが来た時は可能な限りこの響きはあるんだけれども、音としてこの聞こえづらくしています。でもう一回このテーマに戻ってきたから、で私が好きなのはテーマがずっとやってきて一番最後この一応半音上がる、半音上がる、シミラレソドフラット4つですかね、チスドゥア最初はちょっと楽天がちょっと詳しく説明できないんですけども、フラット2つの楽譜だったのがフラットは6つの譜面になる、半音上がるんですね。でいつもまだ自分もスタミナが息とスタミナのがバテてきてですね、ここの転調をうまく決めることができないんですけど、いずれかはですね、ちょっと余裕を持ちながらね決めてみたいなと思っています。あとどうしても一人でやってるもんですから息継ぎ済まして聞いてると分かるんですけども、普通音を出す時っていうのは息を出してますけども、吸いながら息をする時もあります。特にこのジュトゥブとかフーガンなんてのはもう最初からずっと音がありますから、息を吸う暇がなかなかなくてですね、この曲だったら例えばあ今吸いましたね、でパンパンのこの音で吸ってるんです。で吸ってます。フーガなんかもこう吸いました。すいません、ちょっとまたいろいろ喋ってしまいましたけど、このような感じでですね、いろんな曲も楽譜は4パート、トロンボーン、もう私がやってる曲はもうすべてほとんど 99% トロンボーン四重奏で好きになった曲です。で特にジュトゥブーなんていうのは、今やったジュトゥブーなんていうのはとてもこのゆっくりとした3拍子の曲で。非常にこのなんですかぴったりなんじゃないかなと思います。この4つのパートの中で4つの音があるうちの2つしか使えないわけですから、まあ、余韻なんか残したり音がその音が使った時にいろいろ色の場面の変化とか
雰囲気が出るような音の選び方をしています。どうもありがとうございました。